防災減災豆知識、心のケアについて考えよう。防災減災のための豆知識。今回は災害の後に子どもの心をケアするための豆知識です。大きな災害が起きると人はそのショックで目に見えない心の傷を負っている場合があります。特に感情をコントロールしにくい子どもについては大きく3つのポイントに注意してあげることが大切です。1つは長男や長女など年上の子どもほど気にかける。年上の子どもは親を気遣う傾向があり、元気そうに見えても無理をしている場合があります。2つ目は生活のリズムはできるだけ整える。規則な生活は非日常であることを強調することにもつながるので、可能な限り生活のリズムを整えてあげましょう。3つ目は他の子どもと比べない。心に受けた傷の回復の速さは人それぞれです。比較してプレッシャーをかけてしまうと、そのことがストレスになってしまいます。子どもに異変を感じたら話を聞いてあげたり抱きしめてあげたりして心のケアをしましょう。気づいてあげたい心の変化。